一月の日中公園用海質音平有脈十五往来用延長整流一生丸大音交流実行対応精進三枚地へ異国無用縮小経人体全面消費崩壊空人人の不妨害低無病力生存用無人道心死人徳無力東大地営人妙工業理想新道大天神奈沢部最小大田大正寺見る芸田風声上位会議商品行政三杯地営理直行政徳無力用紙は一切無力理想大半平氏部無力全徳南無力大正終了法者無力一切市道商無力無力現象無力ありがとう。
一体ボーとは何だろう。なあ、チャンナ。チャンナは外の世界を見たことがあるかい？シッタールタは生まれてから一度も国の外に出たことがなかったのです。チャンナ、外に行ったことあるでやんす。本当か？外はどんな風になってるんだ？それは…チャンナ。チャンナが答えようとした時、王様がやってきました。チャンナ、王様に生まれたから行くでやんす。外のことは王様に言うのと言われてるでやんすよ。シッタールタ、明日はお前の誕生日だ。国中の民がお前を祝福する。みんなに愛されてお前は幸せ者だな。はい。あの父上。なんだ。一体国の外はどうなって。明日は早いから今日はもう休みなさい。シッタールタが外の世界のことを聞こうとすると、王様は毎回話をそらすのです。わかりました。シッタールタは家族や民に愛され、城の中で何不自由ない生活を過ごしていました。この日、シッタールタは満たされた生活に疑問を抱き、自分のまだ知らない世界を知りたいと強く願ったのです。